例に書いてるんですよね、いつもね、花とかね。ところが人物も書いてることは書いてるんですけど、そんなにね、一生懸命書いてなかったんですよね。それでね、この中で一番古いのが2枚あります。この赤いやつとそこに青いやつがあるんですよね。あれ今年の最初の頃に描いた絵で、実はこのスタイルが私のスタイルだったんですよね。でこのスタイルで実はパリで展示した時に、向こうの人がお前の絵は何だ、顔がないんだって言われたんですよね。後々ちゃんと他のと考えてみたらね、顔があるとね、感情が出てくるんですよね。人間の喜怒哀楽だとか、美人だとか美人じゃないとかね、それから自分の好みが出てくるんですよね。それやばいなと思って顔をなくしたんです。でそうするともう人体ということで済んじゃうんですよね。でそれでね、ずっとねやってたんですけれども、今回何枚か描いた時点でどうもそれで済みそうもないなと、もう一歩先に行こうと、で決心しまして、実はこの辺の2枚ぐらいですね、この辺の2枚とか、後ろに一部あるんですけども、今年近代美術館かな、エゴン仕入れ展やりましたよね。でエゴン仕入れっていうのはもういわゆる人物館の中で僕らの一つの、標準みたいなのがあるんで、エゴン仕入れですね。エゴン仕入れ、ここでね、絵を見せることになる。僕はね、結局絵描いてる時の一番頼りにしてるのっていうのは、実は仏教なんですよね。僕仏教徒なんですよね。お釈迦さんの一番最後にもう自分が亡くなるっていうんで、故郷でね、歩いて帰るんですよね。本当に死ぬ間際になって、お前らみんなちゃんと最後まで修行するんだよって言うんですよ。でもこの世は美しくて人生は甘いって言うんですよね。お釈迦さんがこの世は美しくて人生は甘いって言うのかと僕はね、驚いたんですよね。お釈迦さんって人生は苦しいって言った人でしょ。でその人が最後にはそういうふうに言ってるんだと思って、これがね、でもなんか救いを感じたんですよね。でこれ描いてる時に、あ、もしかしたら一生懸命描いてたらば愛せるようになるかもしれないと思ったんです、モデルさん描いてる時に。僕絵描きでしょ。絵描きだからね、美しく描いてればどんなもん描いても平気だと思いました、ね、今回これは9月にここへ初めて来て、2ヶ月半これ描くのね、結構ハードだったんですよね。で最初これだけで回っていくつもりだったんですけど、途中から滝を作ろうとか、これあ、それとはこうやってやってる、縦にやって簡単に変えていきたいと思います。すごい。ぐーっと行くんですね。こっち側にサチを作ろうとか、いろいろなんか言われまして、自分がね、どん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 壊れていったんですよね。で、その中で描いていくと、変にするっていうことに対して、頑張ろうと思いまして、で今日も皆さんにこうやって来ていただいて、ってことは僕たちはこう何か空間とか人間とかこう共有しようとしてるんだって、あ、だからこれが愛なんだ、あるいは慈悲なんだって、だからこれで救われるんだっていうのが、実はこの展覧会を通して見えてきたことなんですよね。ですからちょっとふんどしになったっていうことのことができるようになった、あるいはふんどしになる私を追い込んだ二人というのは、私に対してものすごい愛を与えてくれたんだというふうに、ね、思ったんですよね。で、絵描きなんでこれからもこうやって絵を描き続けますし、逆に言うと皆さんにこうやって来ていただいて、私も何かしら皆さんに愛を届けたいと、でも皆さんから前にいただいていると、あ、もうこれしかないなということで、チェンジしなければならないというのが、作家の姿なんだなということを初めて今年こうなって、この年になって分かってきたわけなんです。で、大体それが、今回の展覧会の、経過ですね。